イアン・フリーマンは、イギリスの男性総合格闘家。イングランド・サンダーランド出身。マシーン MMA 所属。元フックンシュート世界スーパーヘビー級王者。元刑事レージ世界ヘビー級王者。イギリス人で、初めて UFC レギュラー出場を勝ち取った。イギリス総合格闘技界のパイオニアであり、40歳を超えてなお試合に出場し続けている。 2000年7月23日、初参戦となったパンクラスで、ボブスタインズと対戦し、パンチで小勝ち。2001年2月4日、パンクラスで、渋谷修身と対戦し、肋骨の負傷で、ギブアップ負け。2001年11月17日、フックンシュートスーパーヘビー級王座決定戦で、カーロス・バーヘッドと対戦し、3から0の、 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。後に地域王座が新設されたため、フリーマンは元世界王者と紹介されている。2002年7月13日、地元イギリスで初開催された UFC38 でフランク・ミアと対戦し、足関節狙いのミアにパウンドを浴びせて TK を勝ち、試合前日に死去した父に捧げる勝利となった。 2002年11月22日、UFC40 で、アンドレ・アルロフスキーと対戦し、TKO 負け。2004年11月27日、ケジレ0ジ世界ヘビー級王座決定戦で、ライアン・ロビンソンと対戦し、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。ライトヘビー級への転向のため王座を即日、返上した。2006年7月1日、 ケージレージ17の世界ライトヘビー級タイトルマッチでメルビン・マヌーフと対戦しフックで小負けを喫し王座獲得に失敗した2006年9月30日ケージレージ18の英国ライトヘビー級タイトルマッチでマーク・エプスタインと対戦し3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功したその後現在は英国ライトヘビー級王座を失っている 2008年5月10日、1年7ヶ月ぶりの復帰戦となった、刑事0時26の英国ライトヘビー級タイトルマッチで、ポールカフーンと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。ありがとうございます。